はい、みんな、ワドツでーす。どうもこんばんは。ですね、早速、先ほどの枠で、ご紹介させていただいたですね、新しいサイトの方を立ち上げましたので、宣伝で放送させていただいてます。僕のね、ホームページ、ぜひ、ブログとかも更新していこうと思っているんで、もしよかったら読んでみてください。ブックマークしてね、みんな。ブックマークよろしく。はい、こんばんは、どつ。いらっしゃい。うん。おい、うさぎ先輩、風船ありがとう。いらっしゃい。どうもどうも。今度から、ライティングの方も力入れてくんで。ヨッシーさん、バーガーありがとう。コダイさんはどつ。コダイいらっしゃい。楽しんでってね。うん。まだね、SEO 対策とかはまだ全然なんだけど、ブログの記事を一件書きました。で、俺は、面白いさで、ホームページできた、まだ機能は全然なくて、ブログの記事を一個書いただけなんだけど、テストで。これからどんどんね、作り込んでいくんで。はい、こんばんはんこ、いらっしゃい。はい、たくみさんいらっしゃい、ワード2。で、今まで作ってたサイトはしばらく放置っていうかね、そのまんまにしておこうと思うんだけど、移行って言ってね、どん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 お引っ越し作業をやっていくんで、ゆっくり時間ある時に作り込んでいくんで。だからまあ、こんなコンテンツ作ってほしいとか、こんなのが読みたいっていうね、みんなの要望があったら、それに応えてどん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 コンテンツ作りしていこうかと思ってますんで、なんかあったらね、コメント欄がありますので、コメント欄に記入してください。コメントを書いてください。まあ、今回、ブログのタイトルなんだけど、まあ、オフィシャル、ワドオフィシャルサイトがスタートっていう記事で。で、まあ、なんで、ね、こんな時代に、個人サイトを立ち上げるのか、なんでわざわざお金かけて、配信サイトを作ったのとか、あと、まあ、じいちゃんとの思い出なんか、死んだじいちゃんとの思い出なんかを書いてますね。まあ文章好きな人とか、ブログよく読む人は結構面白くなるんじゃないかな。久々長文書いたよ。久々長文書いたね。でもいいね、やっぱり。自分のサイトを持ってるっていうのは結構強みだなって思ったんで、投資した甲斐があるかなと思ってます。はい、ゴルゴいらっしゃい、ワドツー。投資した甲斐があったね。まあ、このサイトはね、いろんなね、機能を追加することができるから、どん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 ウェブでも、このホームページ自体でも、アフィリエイトで稼いでいきたいなっていうふうに、今思ってるかな。やっぱアフィもやりたいなと、昔から思ってたから。まあ、今ね、トレンドではないけど、アフィリエイト自体は。でもまあ、やらないよりやった方がいいと思ってるから。うん。ただやっぱり時間かかるね。文章は時間かかる。それはすごい思った。文章は時間かかるわ。本当に。普段さ、言いたいことを言ってるわけじゃん。生放送で。だけど、文章にするとやっぱ全然違くて。喋るのって、こう思ってる感情とかが含まれるけど、文章を書くと見直しながら見るから、やっぱりそこは冷静になってくんだなっていうのを改めて体感したよ。はい、ギアスいらっしゃい。ワード2、楽しんでて。ギアスいらっしゃい。魔法のアイランドやってたって書いてあったでしょ。うん。だから結構ね、ワドと会話するのに、このブログをフォローしておくと、ああ、こいつって過去こんなんだったんだとか、ほら、生放送って見逃した回とかがあると話題についていけなかったりするじゃん。だけど、ブログって文章に残るから、ああ、こういうことやってたんだっていうのが、結構伝わりやすいんだよね。だからみんな、出版とかに芸能人とかこだわるんだと思うけど。そういうもんだと思ってるね、俺は。
友達に誘われてやってた。うん。玉ちびいらっしゃい、ワダツ。いらっしゃい、楽しんでて。告知枠ですね。ワドオフィシャルホームページがついにスタートしましたので。まだね、しょっぽいね。まだ骨組みさえもできてないサイトだけど。まあ、ブログ一件立ち上げたんで。うん。ブログの内容を見てもらいたいなとかも思って。ブログを見ていただければね、話題についてこれるっていう。今日なんか面白いことあった？さっきあれだよ。アスカのさ、ミヤネ屋との対談見て爆笑しちゃったよ、俺。大阪寒いけど東京寒くないの？いや、寒いよ。雪降ったぐらいだからね。だけど、なんだろう。まあ、冬には完全に入ってるけど、初めの方の冬って感じで、2月とかがやばいかな。でも大阪の方が寒いでしょ。あ、大阪の方が暖かいはずだよ。うん。2、3度違うはず。気温は。東京は寒いって感じるはず、関西の人は。初見さん、いらっしゃい。34歳、仕送りニートさん、コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。よろしくお願いします。ドカ X リスナーかな？サムネを見る限りだと。ドカさんとがっつり絡んだことないんだよな、俺。一回も。一回ね、ドカさんと絡んでみたいよね。うん、あ、ドカリスナーなんだ。ドカもね、根強いファン昔からいるよね。俺はよくニコ生やってた時に言ってたんだけど、中堅最後の砦はドカ X。大手に最も近い中堅はドカ X だって言ってた。うん。だからドカ X もうすぐ一番大手に行く確率が高いんじゃないかっていう。だからドカ X を超えたら、あれなんだよ。大手に入るんだよ。それが俺のドカ X の評価かな。中堅のトップに君臨してるっていう。うん。安定感あるからね。意外とね、あとね、ドカ X リスナーさんって、女性が多いんだよね。それが意外だった。うん、俺のリスナーさんでオフ会とかすると、誰見んのって言ったら、ドカ X 見るんだよって言って。うん、ドカ X 何がいいのって言ったら、可愛いって言うんだよね、みんな。なんかマスコット的な、なんつうんだろう。ドカ X ニコ生だね。で、この、仕送りニートさんの、サムネイルは、ドカ X だね。うん、すごいやっぱ安定感あるよ、うん、雑談系配信者なんだけど、あといつも飯食ってるイメージがあるいつ枠開いてもご飯食ってるみたいな、うん、一回ね暗黒野球出た時に挨拶だけしたから初めまし て思ってたよりもね背低かったね、もっとで大柄な人だと思ってたけど、稲子は一番可愛いっていうか、稲子神だから。神への冒涜だよ、それ。稲子は神だから。あ、野菜。あ、うん、そう、あ、そうです、つって。今の発言は許せねえわ、俺としては。神への冒涜だわ、可愛いとか。ブログ読んでくれた人、この中で何人ぐらいいるの？ブログ読んでくれた人、手挙げて。もう和道のサイト見たよ。ちゃんと読んだよっていう人。うん、これで和道の囲い率がわかるからね。どれくらい俺のこと囲ってるのかって。はい。読んでくれた人、手挙げで。誰も読んでないの？嘘？古代さんだけ？マジかよ。大丈夫かよ、俺。
俺大丈夫かよ。マジか、一生懸命書いたのに。あ、うさぎ先輩も読んでくれたの。俺文章力ないでしょ。本当にね、昔からコンプレックスなんだよね。文章書くのが下手で。なんかね、支離滅裂になってくし、話が逸れてくし、結局何が言いたいのか分かんなくなってくるんだよ。だから文章をうまく書ける人、羨ましいんだよね。作家とか憧れるわ。ホームページはまだやけど、インスタは見たわ。写真めっちゃ綺麗な。なんで加工してんの？いや、普通にアップルの写真アプリ。うん。アップルで写真カシャって撮ったら、ギャラリーっていうのがあるんだけど、そのギャラリーが、なんつうんだろう。編集できるっていうか。それだね。俺はいつもそれだね。iPhone。iPhone の中で写真っていう機能があるじゃん。写真のギャラリーなんだけど、その写真で普通に写真をいじれますよ。おー、カルシウムいらっしゃい、こんばんは。楽しんでってください。ワドオフィシャルウェブサイトも立ち上がりましたので、それの告知で枠を開きました。ぜひ皆さん、ブックマークを押してください、ブックマークを。RSS に登録してもいいですよ。よろしく。はい、ワド2、ハッチいらっしゃい。楽しんでて。告知枠です。年間1万いかないぐらいだね、維持費。このサイトは写真のセンスもあるって思って見てたわ。さすが映画作りたい人だなって。よく言われるのが、和道のカメラアングルはめちゃめちゃ見やすいって言われるね。うん、なんかニコ生主の素人のアングルじゃなくて、まあ最近はこうやって内側映してるからあれだけど、和道はすごいアングルこだわってるよねっていう。うん、写真とかセンスだからね、すぐ出るよね。写真下手な人はほんと下手だから、俺自撮り結構うまい方だと思うよ。自撮りとかもうまいし、写真とか風景とかも結構撮るからね。なんかやっぱ昔からさ、アニメとか映画とか見まくってたから、なんか自然とそういうのが入ってくるんだろうね。自然と感覚的にわかるっていうか、あ、こういうことやんないといけないんだって。ホームページ、たまちびバーガーありがとう。そうそう、なんか映像に対するこだわりみたいなのがあるんだよね。YouTube のチャンネル、前のはもうバンしてあるから、爆発したからもう存在しない。だから俺が持ってるアカウントっていうのは今の YouTube だけ、うん、今これを育ててる一から。だからチャンネル登録してなかったらこれを登録してほしいね、今あるやつを。あ、ありがとうございます。ありがとう。黒、ホームページ見たよ。良いおじいちゃんだったね。パソコン買ってくれるとかすごい。いや、買ってくれるって言ったけど、買わなかったっていう話だけどね。そうそうそう。だからね、今考えるとやっぱね、本当にね、先を見越すっていうか、もう本当にインターネットの時代になるっていうのを言ってたね。年寄りが言うのすごくない？70歳ぐらいのおじいちゃん、70歳じゃないか、60ぐらいのおじいさんがさ、ね、高光、これからインターネットっていうのが始まるんだって言ってさ、だって昔なんかさ、パソコンプログラムで起動してたよ、なんか。その頃のパソコンを買ってあげようっていう、しかも7歳の孫にさ、で、今から覚えておけばもう一生食いっぱぐれないぞって言ってた。
俺記憶力はいいから間違いないよ。7歳の記憶バッチリある、うん、で俺は正直何のことだか分かんないんだけど、じいちゃんの家にパソコン、家っていうかね、じいちゃん公共事業のね、なんか施設の管理者みたいなのやって住み込みで、でそこの天下り先のなんかこうでっかい施設、誰も使ってないでっかい施設のフロアに1台だけパソコンがある時代だったのよ。多分ね5、60万したと思うんだけど、そのパソコンをいじってテトリスやるのが好きだったんだよね。よくじいちゃんがこれ覚えろこれ覚えろって言って夜中にパソコン立ち上げてくれて、でそのゲームも作れるし何でもできるんだよって言って、政治家の方のじいちゃんではない、政治家の方は母親の方のじいちゃんで、要は三人じいちゃんがいるって言ったんだけど、亀有のじいちゃんで、政治家のじいちゃんが一番その俺と関係性のないじいちゃんなのよ。っていうか俺は正直言うと3回しか会ったことないの、政治家のじいちゃんの方は。だから血がつながってるだけのじいちゃんなんだよ。そう、じいちゃんが3人いるって面白いだろ、うん、そう、父親の方のじいちゃんだね。亀じいって言うんだけど、家族はみんな亀じい、亀ばあ亀じいって。亀有に住んでた時があって、亀有で駄菓子屋やってたんだよ、ばあちゃんが。もうじいちゃんはだからもう本当に何だろう、山形から出てきてなんか荷台を引いて東京に上京してきたような人だね、田舎から。でも何でもやるみたいな、儲かることは。亀仙人ではないんだけど、全然亀じいだね、うん、何でも買い与えてくれたのが亀じいだったね。もう本当に無口な、もう本当に無口な田舎のおじいちゃんで、厳格なじいちゃんって感じなんだけど、俺にはすごい優しいんだよ。プロレスやってくれたりとか、もうなんかデパートに連れてってくれて、横須賀に住んでたんだけど、横浜のデパートか横須賀のデパートか忘れたけど、そごうに連れてってくれて、3万4万するね、ものとかね、いつも買ってくれて、またじいちゃんにお前買ってもらったのかって、親父がいつも怒るんだよね。めちゃめちゃ可愛がられたね、初孫だからね、初孫の長男だから、もう溺愛されてたよね。うん。すごい幸せだったよ。うん。ハートプレゼントありがとう。まあ、孫できたら可愛がるもんなんかね。年寄りは、うん、ほら子供とかとはまた違うじゃん、孫って。なんとも言えないよな。ただね、2016年のブログで魔法のアイランドっていうワードを書いたのは俺一人だろうな。親父が出て行って環境がガラッと変わった感じ。いやーもう語ると長くなるよ、それは。大手じゃないですよ。正幸さん、いらっしゃい。大手じゃない、俺は。うん。レモン、ありがとう、いつも。この前ありがとうね、闇ショーから来てくれて。うん。律儀にありがとう。全然、闇ショー終わったらでいいよ、見に来てくれんの。ありがとう、バーガー。まあ、語ってもいいけどね、別に暇だから。過去動画へ、キミチのヘッドスライディング綺麗な動画なかった。あの動画は何気に好き。あれもうなくなってるでしょ、爆発したから。うん、まあ、長男つっても俺縁切ってるからな。家族いねえかんな。本当に。うん、まあ、ノンタンと釈迦ぐらいだよね、今。ノンタンと釈迦が家族だよ。俺はノンタン自分のお嫁さんにしようと思ってるから。結婚する気が全くない男は、ノンタンだったらいいかなと思ってるから。この人とだったら一生やっていく自信があるね。お母さん、死んでか生きてかもう関心がないね。別に死んでても、まあ、葬式呼ばれたら配信回して大爆笑してやろうと思ってるけど、うん、別に死んでようが生きてようが何の考えもないね。正直言うと。うん、母親に関しては。本当にね、だからね、ちょっとね、家庭が複雑だから、多分ね、みんなのその家族感とか、その、と、すごい違うんだよね。結構、なんつうんだろうな。結構まあ、ぶっ飛んだ生い立ちだから。そうそう。
あまりにも手術がひどかったね、お母さんの。いや、いや、正直言うと別にね、なんだろうな、もう許してるんだよ、俺は。もう許してるんだよね。その、そうじゃなくて、かわいそうな人みたいな感じで、浅井さんに怒られるよ。俺話してるけど怒られないよ。うん、浅井さんはそういうのわかるから。浅井さんは、そういうね、のがわかるんだよ。だから浅井さんは全然何も言わないよ。俺、別に平気で言うよ。家族いないし、別に何にも思わないって。はい、ほぺちゃんまんいらっしゃい。いつもありがとう。楽しんでて。いや、母親を大事にすべきだっていうのは別に悪いことだと思わないの。それは否定してない。ただ、本当に、なんつうんだろうな、恵まれない家庭とか、捨てられる家庭とかもいっぱいあるんだよ。それをもっと考えてほしい。冷静に聞いてもらいたい。母親だから無償で愛さないといけないとかはないよ。うん。ない。うん。だから、かわいそうな人って感じが、俺の中にある。うん。まあでも、自己責任だよな、それは。弟で溺愛してって、俺なら殺してるかもしんない。いや、弟を溺愛してたわけじゃなくて、恨みの象徴なんだよ。要は、親父にそっくりだったから、俺を。俺が。弟を溺愛とかね、妹を溺愛じゃなくて、俺は、なんか、いらないものだったんだよね。家族にとって。うん、存在しないもの、うん、ゴミと一緒だよ、ゴミと一緒。母親に何度死ねって言われたか、うん、本気で死ねって言われるからね、三次的な感じ。ああ、まあそうだろうね、ワンピースで言うとね。うん、まあ、なんだろうな。本当にね、縁を切るっていうことは、結構、なんつうの。本当に重たいことだし、実際もう何年会ってないんだ ?6 年ぐらい会ってないもん。辛いとも違うんだよ。だからね、そこが違うんだよね。辛いとも違うんだよ。辛いとも違うくて、もうこの人とは関わらないで他人になるっていう、その他人だから。うん、他人が別に死んでようが死んでまいか、悲しむことができないじゃん。はい、こんばんは、ガチャヒロさん。そう。別に恨んでもない、正直。恨んでもないし、何の感情もないんだよね、本当に。別に何とも思わない。ああ、わかんないと思うよ、多分。うん、恨みも、つらみも、何もない、別に。はい、こんばんは、バルスさんいらっしゃい。バカプレゼントありがとう。まあ別に好きにやればいいんじゃんっていう。ただもうお互い関わらないねっていう、その暗黙の空気感がある。うん。暗黙の空気感。ただね、まあ、その妹が結婚して子供生まれたらしいんだけど、親父とは交流があるのよ。親父とだけ交流があるの。まあ、それも厳密に言うと、父親なのかっていうのも、ね、あれだけど、まあ、親父だよな。親父があって、まあ、親父なのかっていうのは、アイデンティティとしての親父じゃないっていう意味じゃなくて、俺は親父だと思ってるんだけど、普通の親父ではないわけじゃん。要は、もう、なんだろう、9歳の時から、もう一緒に生活してないから、一般的な家庭の親父ではないっていう意味ね。うん。新海監督って何？ジュンさんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。ある配信者はありがとう。もう言ってくれませんでした。いやいやいや、ありがたいよ。うん。俺はこれで食っててな。その逆行を乗り越えてちゃんと生活成り立っててるのすごい。100歩譲って、どんなに嫌いな息子でも、愛していたら、逮捕されたら面会とか行かない？ああ、まあ、侍っていうか、大名ですね。武士っていうか、大名ですね。エミちゃんいらっしゃい。うん、新海監督に似てるかな？そうかな？わかんないけど。黒さん、初見さん、コメントありがとう。楽しんでてください。和道です。面白かったらフォローしてってね。コメントありがとう。祖先は薩摩ですね。はい。薩摩の人間です。それらが一つもなければ今はないから人生に失敗はないよな。のんたんのもね。そう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 。すべては巡り合いだし、すべてはなんかあるんだよ。縁だよ、縁。そう。
そう、その通りだよ。そう、だから別に俺は後悔もないし、今までの人生で後悔が一つもないの。反省はめちゃめちゃあるけど、反省ばっかりだけど後悔はないんだよ。あ、そうです、本名島津です。はい、家紋は丸二重の字だから薄いんですけど、徳川家康の血も入ってますね。はい、何代前なんだろうね、徳川家康。オーラがすごい。何のオーラ？あられちゃんこんばんは。8000分の1ぐらいで入ってんだ。徳川家康の血が8000分の1ぐらいで入ってる。うん、ああ、どうした？大丈夫？うん。今日のんたん泊まってくんじゃないかな。まあ、なんか起きたら帰ると思うよ。うん。ああ、そうだったんだ。ありがとう。殿様、まあまあ、俺とは関係ないよね。俺の先祖が殿様だろうが、農民だろうが、俺には関係ないから。いや、だって、それくらいでしょ？だって、レバレッジで、レバレッジって言うんだけど、父親と母親が必ずいるわけじゃん、子供は。ってことは、父親と母親にも、父親と母親がいるから、2×2 をすると、2×2、2乗をすると、要は、2代前になるわけよ。2、4、パー、16、32、64、128、256、512、512、1024。10代遡ると1024人のじいちゃん、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんみたいなのがいるのよ。で、これに、プラス、ここの時点で、その、10代前の先祖と、ここの数を計算するじゃん。だから、12回先祖を辿ると8000人ぐらいになるんじゃないの？そうそう。あ、違うか。だから4000分の1ぐらいか。4000分の1ぐらいじゃん。もしくは2000分の1ぐらいか。あの、家康の地って言うと。あ、それくらいだわ。12代も遡んないよな、多分。うん。はい、監視君いらっしゃい。でも、まあ、逆に言ったら、今ある徳川の地は、それくらい、うん、徳川の地受け継いでますよっていうのは、全員その、それくらいの確率でしょ？要は、徳川の地が、徳川家康がお父さんですっていう人がいないわけだから、今、現存している徳川の地が流れてる人間がいるとしたら、まあ、2000分の1だか、4000分の1でしょ。うん。うん、まあ、そういう計算になるわな。だからその4000人の中には多分犯罪者もいっぱいいただろうし、ゴミみてえなろくでもない人間もいたわけじゃん。だから血なんて関係ないよ、うん、冷静になったらわかるよ。冷静になったらみんな先祖はアメーバだから、アメーバとか猿なわけじゃん先祖は。でも先祖様って、アメーバ様とかお猿様って拝まないじゃん。だからくだらないんだよ、血はくだらない。その人となり人格者が何をしたのかなんだよ、うん、それはすごい人もいればダメな人もいるんだよ、うん、でしょ。だから俺は先祖崇拝しないよって言ってんの、うん、現代人がするのは違うかなと。人間の歴史なんて戦いの歴史なんだから、人は絶対殺してる。先祖は何人殺してるよ。島津家なんか、島津家なんか何人殺してるよ。鬼島津だよ。普通さ、あだ名がさ、鬼ってつかないじゃん。鬼島津って呼ばれてたんだよ。鬼ってつくんだぜ。風船プレゼントありがとう。20代推定400年遡ったら10億人超えそうですな。まあ超えるだろうね、余裕で。でも面白いのが、結局、その人口っていう数が少ないじゃん、昔の方が。確か江戸時代の時点で、日本の人口確か2000万人か3000万人ぐらいなんだよ。だからもっと血が濃いんだよ。だからね、実はね、語り継がれてないだけで、結構先祖に優秀な人多いと思うよ、誰でも。鬼うめえってくらいしか使わねえ。でしょ？鬼島津って呼ばれてたからね。すげえよな。うん、まあ、名武将ですね、島津家は。うん、っていうか、じゃあ、深い話していいですか？ちょっと深い話聞きたい。歴史の教科書で教わらない話なんだけど、ちょっと俺の家系の話につながってくるんだけど、
もともと、まあ、いつも話すんだけど、まあ、日本にもともと住んでた、あ、島津成明の系譜。そう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 。だから、成明の分家なの。成明の子供で、まあ、次男だったんだろうね、多分。長男が継いでいくから。で、成明の子供のうちのどれかの、が俺の祖先なのよ。だから、成明系譜なの。うん。だけど、分家。要は、本家を継ぐのは長男だから。長男とか、まあ、選ばれてるところだよね。成明系の島津です、僕は。で、島津っていうのはもともと、旗氏なんですよ。旗氏って知ってる人いる？ユダ、日ユ同祖論とか聞いたことあったりとか、そういうの詳しい人いるでしょ？平安京を作ったって言われてる旗氏。だから、島津の元の先祖っていうのは旗なの。で、旗っていうのは、クダラっていう国が韓国にあったの。今でいう韓国のところにクダラっていう国があって、クダラの国の王様が3世紀頃に日本に入ってくるのよ。で、日本に帰化するの。だから、その旗氏っていうのが韓国から来たんだけど、その前は実はユダヤ系から来たっていう。うん。だから、ちょっとイスラエルっぽい顔立ちでしょ。うん。これが、日ユ同祖論の元になってる家系の。海賊ってのも島津じゃなかった。海賊いたのかな？わかんないけど。うん。名前を受け継ぐのと受け継がれないのでは全然違うな。まあ、そりゃそうだよね。うん。一応武士階級だからね。うん。ただ、武田に敗れてんだよね。うちの、成明の系譜なんだけど、戦争でほら、いろんなところで戦争するわけじゃん。島津一家が。島津って大きく分けると4分派あるんだよ。で、まあ、本家の方はね、篤姫だったりとか、なんていうの？篤姫、要は徳川に嫁いだりとか、ね、天皇陛下のところに嫁いだりとか、要は家族だよね。うん。そう。そういう、まあでもね、俺ね、正直言うとね、ぶっちゃけた話、子供の頃から思ってたけど、あ、俺農民じゃないなっていうのは、肌で感じる。農民の血筋の考え方ってあるんだよ、DNA で。あ、俺侍だわっていう。俺殿様だわっていうのある、正直。言わなかったけど、子供の頃から。こいつらとは根本的に作りが違うっていうのは感じる。それは、先祖批判じゃなくて、やっぱり人間って歴史の中でさ、血とか教えとかあるわけじゃん。だからね、習慣とか変わるんだよ、やっぱり。それは感じるな。血で業績は残さないは関係ないと思うけど、DNA はあると思ってんの、流れてる血の濃さみたいな。それはね、ガキの頃から感じてた。おい、さくらいらっしゃい、こんばんは。そう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 。要は、ユダヤ十子族の末裔ですよ。失われたユダヤ十子族の末裔。だから、まあ、世界旅したいんだろうな。イスラエルも行きたいし。おい、小宇宙いらっしゃい。まあまあまあ、なんつうの。陰謀論と家系の話だね。うん。旗氏。まあだけど結局ねあれだよなんだよ倒幕ってあったじゃん明治維新あれって結局関ヶ原とかからずっと続いてんだよ日本建国の話なんだよあれちゃんとね授業で教えるべきだよ、うん、要は関ヶ原の時に倒せなかった足利藩と島津藩ってあるでしょ？家康が最後まで討ち取れなかったのがこの二つなんだよ。足利と島津なの。で、そこに足元ひっくり返されるって話なんだよ。300年経って。今旅配信って言えばパルパルみたいな感じしか思い浮かばんけど、あんな感じになるの。俺パルパルなんて配信見ない。くだらない。絶対ならないと思う。うん。なんか旅してるやついるかもしんないけど、全然違う。ね、はっきり言うわ。世界旅しようが何しようが関係ないから。うん。どこにでやってるのかじゃないの。場所をどこでやってる配信じゃないの。俺がやってんのよ。
俺和道だから。あ、そうそうそう、あの黒有名な話ね。そう、あの実はね、その武将の戦争した数と負けた数と勝った数っていうのが、あの野球のグラフみたいにデータで出るから、戦国時代武将を勝敗率とかで検索すると、あの島津家がいかに強かったかわかるよ。だから関ヶ原で唯一負けたぐらいなんだよ。まあだからそう、殿様選び間違えたんだよな。上につく武将を間違えたんだろうね、最後の最後で。だってあれだよ、島津藩って単独でイギリス艦隊破ってんだよ。あと沖縄を自分の陣地にしたのも島津藩だから。戦争めちゃめちゃ強い。どれくらい強いかっていうと、九州の、もう九州なわけじゃん、島津だから。で関ヶ原で戦い始まるっていう時に登っていくわけよ。そう、軍隊少なかったんだけど、登っていきながら戦争を打ち破っていって、味方につけまくって最後ドカーって流れてくの。そう、天下分け目、破れたね、思いっきりね。うん。だから運命って面白いよね。だからそれの仇討ちで、結局、あれだよ、300年後、倒幕を果たすんだよ。今の財界人のほとんどは薩長でしょ。うん。権力者層っていうのは。だから歴史は繰り返すんだよ。俺らはすごいね、偉大なね、なんか見えない力によって動かされてるんだよ、本当に。それはすごい感じる。歴史って面白いな。部分で、要は起きたことだけしかわざと教えてないだけで、なんでかっていうと恨みを呼び起こすから。せっかく統一した日本の中でまた内紛が起こるわけじゃん。それをね、抑えるために教えないんだよ。それが教育だよ。本当のことは教えてもらえない、学校では。うん。そうそう。まあ、それでいいと思ってるけどね。だから、あの、今の日本で多分、その、家柄だと、あのね、絶対、本当の金持ちとか本当の土地持ちで引き継いでる人たちは、絶対、あのね、あの、寺と結びついてるはず。うん、うちも、その、寺があって、島津家が引き継いでる寺。寺ってデータベースなんだよ、昔の。だから昔の巻物とか書物とか、刀とか全部寺にあるでしょ。寺から発掘されるでしょ。だから、あの、土地持ちとかはね、あの、寺の、なんかその、なんて言うんだっけ、檀家って言うんだっけとかやってる。総代とかなんか、寺と結びついてるはず。うん。おい、ゆりいらっしゃい、こんばんは。うん。のりおさん、コメントありがとう。いつも放送潜って見てましたが、和道さんの配信は面白いですね。頑張ってください。あー、嬉しいわ。ありがとう、のりおさん。いや、本当にね、いや、ほら、見てる人ってやっぱ俺のこと好きな人じゃん。ぶっちゃけた話。でも、この一言のコメントでどれだけ配信が報われるか。うん。だから、こういうコメント本当にありがたいんですよ。うん、ありがとう。だって、俺は一生懸命喋ってるわけじゃん。俺は一生懸命みんなに伝えてるじゃん。毎日毎日。でもね、サイレントマジョリティっていう言葉があって、要は大衆派は静かなんですよ。うん。そう。だから、もっともっとみんなの声が聞きたいね。和道さん、フリーメイソンにも加入してますか？僕はフリーメイソンの知り合いが一人いて、誘われてますね。だけど、フリーメイソンっていうのは、あの、日本の会員の場合っていうのは、二人の勧誘がないとダメなんですよ。だから、二人の勧誘があって、初めて僕はフリーメイソンに入れるんで、半分キッパー手にしてますね。もしもう一人に声かけられることがあったら、俺が推薦状出すからっていうふうには言われてる。まあ、初めて、そのフリーメイソンの名刺っていうか、名乗られた時はびっくりしたけどね。だからフリーメイソン、あの、全然実情知ってるから何も面白くないんだよね。フリーメイソンの、あの、都市伝説は。俺の中でグッと来ないんだよね。本当のことも言ってるけど、誇張して言いすぎてると思ってるから。新しいフォロワーさん、のりおさんフォローありがとう。まあ言っちゃえばね、あの、金持ちサークルですよ。フリーメイソンになったら言えないよ。秘密主義だもん。だからフリーメイソンっていうのは広まんないよ。有名な人ではないよ。まあまあ、業界では有名だけど、一般的に名の知れてる人じゃないな。っていうか、本当の金持ちは、あの、目立とうとしないから。うん。
目立つことで、不利益を被ることの方が多いから。うん。動きが取れないんだよ。東京日本支部あるんでしたっけ？日本支部じゃなくて、日本ロッジだね。暴露枠でも何でもないよ、別に。あ、のりおさん YouTube で俺のこと知ったんだ。あー、たくみさんが喜ぶよ。うん。たくみさんっていう人が僕の YouTube 管理してるんですよ。あ、エリちゃんいつもありがとう。今月一発目の花火、エリちゃんから。ありがとうございます、エリちゃん。いつもありがとね。よいしょ。いえ。あ、そうなんだ。いや、嬉しいですね。まあ、簡単に言うと、金持ちサークルです。簡単に言うと、金持ちサークル。ただの。それ以上でも、それ以下でもない。ただ、ライオンズクラブとか、まあ、フリーメイソンとか、いろいろあるんだけど、彼らっていうのは結束が強いのよ。特にフリーメイソンっていうのは2000人ぐらいしか会員いなくて、推薦状を一人は出せるんだけど、友達の紹介しちゃいけないの。メイソン会員の中であいつを入れたいっていうことを言っちゃいけないの。だから奇跡的な確率なんだよ。日本にいる2000人の会員の中から、人生で2回こいつと仲間になりたいって言われないといけないの。ランダムで。結構天文学的な数字でしょ。だから、初めて仲間になりたいと思った人に向けて、俺フリーメイソンだよっていうこと言うのよ。だから、高津クリニックの社長が結構、突拍子もないことやってんだよね。ブログで、俺メイソン会員だよっていう暴露しちゃったの。あれ、秘密結社としてやっちゃいけないことなんだよ。あれ、多分結構叩かれてると思うよ、内部で。で、まあ、月謝が7万円。うん。月謝が7万。だから、結局、もうトップレベルの権力者たちだから、中にいる人たちはファミリーだから、要は仕事くれるんだよ。うん。みんな金持ちだから仕事くれるじゃん、貧乏のやついたら。だからどんどん上がってくっていう特権階級になってくだけなんだよ。7万です。あ、いや、取るよ、取るよ。うん。でも配信で稼いですごいね。配信で金稼ぐ。これも才能だね。いやー、どうだろうね。俺自分で叶わない夢はないと思ってるから。あー、そうだね。うん。お経 CD さんの言う通り。うん。銀座にあるね、小さなね、権力者が溜まるバーがあるんですよ。もうそこは、南部さんに教えてもらったんだけど、竹中平蔵とかそこ飲んでるらしいよ。千円札折るとフリーメイソンになるとかなかったっけ？あれは千円札折るとフリーメイソンじゃなくて、財布。のんたん千円札ある？坂本龍馬フリーメイソン説は違う。あれは嘘。グラバーがフリーメイソンだった。レイさんいらっしゃい。ここ最近和道さんの配信見てました。普段の男性の配信興味ないので見ないんですが、和道さんの配信だけは聞き入ってます。これからも頑張ってください。ありがとうね。ありがとう。うん、頑張るよ。頑張るつうか、まあ、仕事だよ、俺にとっては。ほんと。仕事っていうか、なんつうんだろう。使えることっていう意味じゃなくて、志のことだよね。仕事。うん。志のこと。だからもう、ライフワークって言った方がいいかな。雑談でここまで呼べるの佐野さんか和道さんぐらいじゃないですか。いや、まあ、だって俺、ちゃんまんの放送を見て配信者になろうって思ったからね。おい、和道よ、お前はよ、喋りが早いんだよ。あ、わかるか？俺みてえによ、ゆっくり喋れよ。あ、わかったか？って昔言われた。うん、グラバーも、薩摩系でバカ儲かりしたんだって。だって武器下ろしてたのグラバーだもん。だって日本って確か関ヶ原の頃って世界で一番銃が多かったのよ、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチもフリーメイソンモナリザに謎があるとかっていうか、まずフリーメイソンが何なのかっていうのを分かってない人が結構多いと思うよ。あ、やめちゃいましたね、うなちゃん。うん、まあ完コピだよね、もはや。うまいとかじゃない、モノマネじゃないから、これうなちゃんマンが降臨してるから。ちょっと呼んでみようか、また。いや、まあ、配信つっても、まあ、いや、違うって、おい、バカだよ。
本当に、ああ、おい、内容がないっていう、ね、ここで聞けなくなるかもしれない。ここでしか聞けなくなるかもね、本当にね。わかんないよ、うなちゃんたまに潜ってる、見てくれてるみたいだから。うん、この前言われたもん、おい、ワド、部屋汚ねえよ、果たせよって、うん、フリーメイソンの始まりって大工職人の絡み、あ、本当のこと知りたい、それとも都市伝説の方を知りたいのか、本当のこと知りたいのか、どっちか選んで。俺だから内情を知りすぎてるから、フリーメイソンの会員さんに教わってるから、本当の歴史、フリーメイソンの歴史を知りたいのか、それとも都市伝説でみんながワクワクする方、要は関明夫が言ってる方を聞きたいのか。うん、なんで同じ声なの、好きだからずっとモノマネしてた。本当のこと、本当のことを言うと、あれはイエス・キリストの末裔を守るための団体、本当のことを言うと。で、もっと本当のことを言うと、フリーメイソンっていうのは日本だと秘密結社があるけど、世界中にロッジがあるのね。世界中にグランドロッジがあるんだけど、秘密結社じゃないところもいっぱいあるの。で、もともとイスラエルっていう国、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教ってあるでしょ？この三つが宗教が混在してた頃に、神殿とか建ってたでしょ？あれを作ってた人たちのギルドなの。うん、で、中世に入ってくると、どういう風になるかっていうと、キリスト教が、ほら、プロテスタントを弾圧するでしょ、カトリックが。で、プロテスタントたちが海外に逃げて、ね、インドに行く航路を見つけるって。インドに行こう、インドに行こう、つって、その、ヨーロッパからこっち側の方、要は、なんだ、西の方に行くのか。ヨーロッパから西に向かって、ね、崖だって教わってたんだけど、海の向こうは崖だから行くなって教わってたんだけど、インドに行くための航路を見つけるって言って、大陸を見つけるのよ。反対側。だから、アメリカ人のことをインディアンって言ったんだよ。あれ、インドだ、インドだって。インド人発見、インド人発見つってなんだよ。意味わかんないでしょ。インディアンの語源ってインド人なんだよ。で、アメリカのインディアンたちを大虐殺して、自分たちの国を作ったと。プロテスタントが。で、その時に、いざこざがあるわけじゃん。カトリックとプロテスタント。仲良くしたらダメだよって言われてたんだ。そう。でも仲良くしたいわけじゃん。やっぱ友達もいるしなんだ。だから、カトリックかプロテスタントかって言って、一緒に飲んだらダメっていうカトリックを、ローマ法王が出すのよ。要はプロテスタントも関わるなっていう。だけどそんなわけにいかないからって言って、すごい普及したのがギルドなの。要はフリーメイソンはだから宗教を超えた団体って言われてる。新しい革靴見つかりましたか？どうしようかなと思ってるね。まだね、まだわかんない。決まってないね。うん。命を狙われる。命を狙われるレベルの本当のことはない。うん。そういう話になってくると、多分ロスチャイルドとかの話になってくると思うんだけど、ね、はっきり言ってね、そこまで言っても言わすとけだよ。ゆうちゃんいらっしゃい。うん、はい、ワドツ、ブタさんいらっしゃい。ワドウくんの雑学本当にすごい。ありがとうございます。うん、もともとだってサブカル語る枠だからね、ここは。なんかさ、キチガイ配信やる人だと思われてるけど、もともとは宗教とビジネスとサブカルチャーを語るっていうのがこの放送のテーマの。だから俺が講師になって、だから和道のゼミナールっていうのはゼミのことを言うわけじゃん。セミナーって意味なのね。だから和道の異常なセミナーですよっていうタイトルに書いてある。ずっと和道の異常なゼミナールっていう。今やばいのはクラーンを配信で落ちくるとかしたらやばいかな。ああ、まあ間違いなくやられるだろうね。うん。間違いなくダメだね。イスラム教を舐めたらダメですよ。世界で一番完成された宗教と言われてるんだから。新しいフォロワーさん紹介します。クロさんフォローありがとう。ロスチャイルドとロックフェラーについて。ああ、まあ、ロックフェラーなんだから、ロスチャイルド一族っていうか、だからロスチャイルドから金が入って、だから鉄鋼、だから、それを知りたかったら、思考を現実化する嫁って話よ。そこに全部書いてあるから。要は、そっち側になりたかったら嫁って。うん。
思考を現実化するに全部書いてあるよ。うん。都市伝説の席は話超うまいけど、俺都市伝説めちゃめちゃ詳しいから、だから話のすり替えがうまい人っていうか、例えばなんだけど、その、俺言語感覚強いじゃん。だから、ここで嘘言ってるっていうのがわかるの。例えば、その、日本のグラバーテ、グラバーテをご覧ください。六芒星、フリーメイソンとか言うでしょ。だけど、あれ席は知ってるはずなの。あれテレビで言ってるのであって、グラバー邸って実はあそこになかったんだよ。みんな知ってる？ネットのおじさまいらっしゃい。知らないでしょ？グラバー邸って実は建物ごとを移行してるのよ。だからあそこにあるフリーメイソンのマークは違うの。そもそもそれ分かってて言ってるのよ。狙って席は。だから、こじつけるのがうまいっていうか、関係ない、関係ある話を主題にしながら関係ない話もうまく結びつけるっていうか、まあ、陰謀論がなぜできるのかっていう論文とか読むとすごい面白いんだけど、人間ってある特定の A っていう限定された情報とある特定の B っていう全く相関のない全く関係のない A と B を結び渡すじゃん。そうすると全くこの話って繋がってないのに人間でストーリーを繋げるんだって。こことここが似てる、ここがここと似てる、なんだこうなんじゃんっていう脳みその人間だ。もともと類似点を探すようにできてるの。だからそれが極端に能力が長けてるって感じ。その中に本物を入れたり偽物を入れたりするからわけわかんなくなるんだ。まあテレビだからね、うん、だから本当のことも言ってるし嘘も言ってるよ、うん、そうそう、春野さんいらっしゃい。まあだから、まあだから、まさに芸人だよね。だって芸人が本当のこと言うわけないじゃん。創作だから。うん。創作だから。うん。だから、あれを、その都市伝説、信じるか信じないか、あなた次第ですってうまく言ってるじゃん。でしょ？だから、ゲーだよ、あれは。ゲーって呼ばれてるものは本物ではないのよ。すべて。うん。だから、席のうまいとこはそこに本物を入れていくからうまいんだよ。ただ、言っちゃいけないこともあるんだよ。席が本当に言いたいことっていうのは、じゃあ言っちゃいけないこと言おうか。荒れるから、ニコ生でも控えてたんだけど、多分、ふわっちだったら荒れないから、本当のことを言おうか。知りたい？荒れるなよ。コメント荒らすなよ。ホイタン、フォローありがとう。聞きたい？俺らのアイデンティティに関わることだけど、うん、知ってたら手を挙げて、うん、もともと天皇家って日本人じゃないの、うん、韓国系なの、そもそもが、うん、だから右翼ほど在日かって言ってるけど、もともと今の日本のトップにいる人ってもともとの日本人じゃないのよ。それを分かってないからこういうことになってんの。うん。そうそうそう。ディープインパクト知ってるでしょ？だから本当のことって歴史で教えらんないのよ。そう。そのために明治でね、血を流さないでやったわけだから。聞いたことあるでしょ？だからさっき言った俺の旗の家系、島津の家系が由来してんのよ、それは。だから真実、要はワンピースはそれをうまく言ってるのよ。それはだから俺だよ。旗氏だから。島津家だから。島津家ってもともと旗氏だから。旗氏が平安京を作ってるでしょ？うん。で、旗氏、島津になって、で、薩摩になって、で、篤姫を送り込んだりして、戦争を起こしたも薩長同盟でしょ。うん。だから革命なんだよ、あれって、本来は。うん。そうだよ。うん。面白いでしょ？だから歴史ってめちゃめちゃ面白い。だからワンピースってほら、隠された空白の100年とか。そうそう。明治維新って言ってるけど、あれは、要は戦争なんだけど、要は無条件降伏したんだから。そう。だから、日本人だから綺麗に教えないといけないじゃん。差別が生まれちゃうから。近代国家にしないといけなかったから。だから本当のこと教えらんなくて正解だよって言ってるじゃん。ただ、大人になったら知ってないと、ついていけないよね。うん。そう、明治レボリューション。まあ、イスラム教の人とか、だから日本人リスペクトしてんだよ。だから、俺らも明治レボリューション見習おうっつって。だからさ、自爆テロとか言ってるけど、自爆テロの先駆けが神風だからね。明治の時に付け替えかれたの説としてでかいの、
天皇とか、うん。まあまあまあ、薩摩の人間だったらやるだろうね。うん、薩摩の人間だったらやるだろうね。うん、それが革命ってやつだから。でもまあ系譜は残したわけじゃん。血は途絶えさせたかもしんないけど。うん、あ、いいよいいよ全然。コメントしてほしいよ。潜んのかい。本当のことっていうのはリアルすぎて言えないんだよ。簡単に言うと隠してるわけじゃないの。だから童話問題とかも言わないでしょ。童話とか知らないでしょ。童話の一族ってもともと何なのかもわかんないわけよ。今ではさ、人権団体つって右翼みたいに なってるけれども、なぜそもそも部落差別問題っていう ものがあったのか、じゃあ部落ってなぜできたのとか知らないんだよみんな。部落ってなんか知ってる？もともとみんなわかる？あれ戦争で負けた捕虜なんだよ。捕虜村のことなの。戦で負けたら西洋は殺してたの全員。ただ日本人って情け深いから殺さなかったの。だから各地になぜ部落があるのかっていうと、昔戦争して負けた敵国の捕虜村なの。だから差別されてたの。敵兵の村だから。だけど殺さずにいたの。大阪人童話詳しいよ。わざと配置したって聞いた。でもほら、今勉強してない右翼もいっぱいいるから、要は利権に食いつこうっていうさ、要は悪い奴もいっぱいいるから、本当の童話を知らないんだよ。だから戸籍を持ってないんだよ、彼らは。戦争で負けたから。国滅ぼされたから。だから童話の奴らは、その、恨みが強いのよ。分かってる。本当の歴史を知ってるのは童話の可能性が高い。本当に頭いい、その、ちゃんと受け継がれてる人だったらね。だから国も頭が上がんないの。革命される可能性があるから。第二の明治レボリューションを起こさせない。だから利権、金与えないダメージ。いや、それはね、はったり。ありえない、そんなことは。奈良とか大阪、京都では強いの。だから京都がどういう土地だったか考えなよ。部落って言ったら京都でしょ？要は他人をね、排除するって。もっと言おうか。じゃあ、もう言っちゃやばいかもしんないけど、安倍総理の生まれた村で検索してごらん。安倍総理の生まれた村。それ検索したら日本の秘密わかるよ。これ意味わかる人手挙げて。和道が言ってるその安倍総理の村の意味わかるっていう人手挙げて。もう俺はここまでしか言わんかんな。あとは自分で調べて。そしたら日本がどういう国かわかるよ。わかるね、春野さんはね。あとさっきコメント打ってた人もわかるはずだよ。潜るわって言った人。ディープインパクトか。やはりそれ本当なのです。本当じゃなくて事実として残ってるわけだから。その村の出身者見てごらんよ。これが血だよ。わかんないでしょ？わかる？だからそれは本当かどうかじゃなくて実際にそうなんだよ。でしょ？だから本当の歴史っていうのは絶対教えてもらえないよ。民主主義じゃないっていうのがバレちゃうんだから。日本なんか民主主義じゃ全然ないじゃんっていう。はい、おもてなし太郎さん、ホイタンさんフォローありがとう。全然民主主義じゃないよ。だから話しちゃいけないことを連発してんのよ。そこから明治天皇、ああ、もうやめよう。もうまずい、もう。だからあえて伏せてるわけだ。こっから先はもう本当に命狙われる話だから。こっから先は、モーリー・ロバートソンとかに任せるよ。あとなんだっけ、もう一人。モーリー・ロバートソンじゃなくてなんだっけ、山口組の前で話しちゃったやつ。スピーカーで。なんだっけ。なんだっけ、あいつ。外人。山口組の前で。ジョーカー狙われるわけないだろ。分かってないね。松陰先生とか今考えたらすごいわ。ああ、もう、だからその辺の話になってくるよね。吉田松陰がだから思想を作ったわけだから、あの頃に。
どうたら総理を出したらいかんと言われたって書いてあった。まあそうだろうね。まあ絶対そうだろうね。安倍総理の生まれた村、ググってけど出てこない。だからネット、いや、ちゃんと出てきたら、なんとか村ってちゃんと調べてこない。いや、こっから先は自分で調べるべきだよ。要は空白の100年の話だよ。ワンピースで言うところの。リオポーネグリフは自分で探して。リオポーネグリフはちゃんと自分で探して。うん、あ、ダメだっつってんの。コメント書くな。コメントを書くなよ。うん、まあ面白いよね。面白い。だからこの国っていうのがいかに歴史がある国かわかるよ。うん。そうそうそう。要はじゃあ簡単簡単。安倍晋三が育った生まれた村の名前を出てくるでしょ？出てくるでしょ？それで、検索したら出てくるよ。うん。答えは言っちゃダメよ。うん。ロマンとね、答えは自分で掴むものだから。だから本当のことを歴史で学校で教えてくれるんだったら俺は歴史で100点取るだろうね。うん。魏志倭人伝の時代から関係する、すごいよね。そうだよ。だってあれ、さ、卑弥呼ってもともとそのみんなね、卑弥呼は卑弥呼で教わってるけど、日本初めての女王じゃん。建国の女王の卑弥呼っていうでしょ。あれがアマテラス大神なんだよ。知らないでしょ。だから、なんつうの、日本のさ、古事記とかって、キリスト教の聖書と全く同じなの。だけど、キリスト教では聖書を読むのは当たり前でしょ？学校でも読むんだよ。教えてもらうんだよ。家庭に染みついてるじゃん。なんで日本は古事記読まなくなったのか。戦争で負けたからなんだよ。ウォーギルトインフォメーションプログラムなのよ。そう。だから日本がグローバル化が始まるっていうのはさ、戦争で敗れるってからでしょ？戦争、要は、ペリーが来てからじゃん。あれ、ペリー来航って言われてるけど、あれ戦争なんだよ。みんなさ、ペリー来航して、なんか、ペリーっていう人が、開国してくださいよって言って、開国したと思う。違うよ。日本が何発先鋒撃ったと思ってんの。なんで向こうはエンジンつけて、ね、威嚇したと思ってんの。あれ戦争始めるぞっつって。要は、滅ぼされたくなかったら開けろっつったんだよ。だから本当のことを教えてもらわないとダメよ。そっから、要は戦争が始まるって言って、第一次世界大戦の流れがあるのよ。ね。だから、明治維新が成功したのよ。そこで出てくるのがグラバーなんだよ。うん。あ、まあ、まあ、シンボルだろうね。それはそうでしょ。うん。まあ、シャーマンだと思うよ。うん。もちろんシンボルでしょ。うん。俺は、イメージとしては、アパホテルの女社長、女社長って、だってあれ、あれ看板だよ。男が実権握ってんだよ、旦那が。うん。あ、これも教えといてあげる。これ、ビジネス界で役立つから。奥さんに社長をやらせてる女の人っていっぱいいるでしょ。自分代表取締役にしないでオーナーになって社長をやらせてる人っていない？みんな。うん。知り合いにいない？あれってどういうことか教えてあげようか。あれ、昔悪いことやってた人ね。うん。名刺見て、あ、代表はうちの妻ですとか、家族に代表をやらせて、実権は実質社長やってるオーナーっているでしょ。あれは逮捕歴があるってこと。会社作れないの。その、執行猶予とかなんとかね。だから会社のあるある、経営者あるある。いや、ジョブズは本物。安倍晋三は東京生まれになってるよ。パーコいらっしゃい。ちょっと可愛いかと。まあまあまあ、いいじゃん。それで。それでいいんだよ。うん、それでいいよ。うん、だから知らないこと、知らない方がいいこともあるんだよ。うん、っていうか、ウォズニアックの方がすごいね。うん。スティーブン・ジョブズのこと語るんだったら、ウォズニアックのこと語んないと。日露戦争から気づいたが、日本にも大物スパイがいたんだなってつくづく思う。いたじゃん。うん。いたよ、全然。諜報機関調べるとかなり。だから、中野とか面白いよね。まさにそこ。中野の学校とか調べるとめちゃめちゃ面白いよ。その話だったら。俺もなんで社長じゃないんですかって聞いたら怒られたこと。要は、それは失礼なこと。要は、なんだお前、俺、要は隠してやってるな。だから怒られたの。そう、前科者だから。タブセシステム。
安倍総理のおじいちゃんの出身を調べたら出てきた。おー、たどり着いた。あとはもう今日から寝れない日が始まるよ。俺が言ってた本当の民主主義とか、俺が言ってたメッセージの本当の意味がわかるよ、ギアス。あ、ワド、勉強して言ってたんだって。ただの左翼とか、ただの右翼じゃないんだっていうのがわかるよ。あのね、本当のことを知ると右翼にも左翼にもなれないから。要はね、天空日とかいるんだよ、日本にも。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ユンタいらっしゃい。フォローありがとう。裏で動かないと。いや、だから俺は本当の民主主義とか、本当にやりたいことのために、将来見据えてフォロワーを作ってんのよ。俺がなんでフォロワー10万人必要かわかんないの。俺が10万人のフォロワー作ったら何でもできるってことよ。10万人、今800人しかいないけど、俺が政治家やるっつって住んでたら投票してくれるじゃん、みんな。投票するっしょ、ぶっちゃけ。和道がガチで地方議員とかなる。あ、俺の村にいるんだ。投票するよ、和道って言わない？ここにいる人。今100人いるけど、言う人手挙げて。お、和道担ぐよっていう。うん。和道だったら面白いことやってくれそうって。しないの？じゃあ、まあいいけど。うん。俺、ロボットじゃないよ。でも、民意をちゃんと反映させる人にやってもらった方が良くない？うん。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ジョーカーさんフォローありがとう。いや、フォローは別にしなくてもいいけど。まあ、したい時にすればいいと思うよ。うん、別に。それは、ほら、気持ちの部分だから。別に、人間好き嫌いあるし、村もあるしさ。うん。だから結局それがさ、10万人単位になってくるとさ、票が集まるわけじゃん。それが本当の民主主義でしょ。それが本当の国王でしょ。調べたらこの先怖いね。でしょ？うん。だから、席とかは本来はこういうことを知ってるのよ。だけど、テレビ向けに言える範囲と、創作を入れてるから、だから都市伝説になってるのよ。本当の歴史もちょろちょろ入れてるの。まあ、だから中学生とか騙すにはちょうどいいよな。女子供騙すには。UK さん、フォローありがとう。どうだろうね。まあ、ジョブズもそうだったしな。ジョブズがなんでパソコン作ったのか知ってる？ジョブズは、なんでパソコンを作ったのか。ジョブズがやったのって革命なんだよ、あれ。だからなんでジョブズが神格化されてるのかとかを知らないんだよね。みんな。なんか経営者としてじゃなくて、なんで神格化、神として崇められてるかは分かってない。ジョブズがやった本当の革命。なぜアップルが偉大になったか。まあ、ジョブズなき今ね、アップルはどうなるのかもう全然興味ないけど。ジョブズは知らん。ぜひ教えてほしい。もともと、その、まあ、パソコンっていうのがさ、知的な特権階級が握ってたのは知ってるでしょ。うん。あの、ウォズニアックはすごいですよ。うん。天才ですよ。あの、なんだろう。スティーブン・ジョブズなんだけど、本当は。スティーブン・ジョブズは、何をやったかっていうと、世界で初めてのホームコンピューター、要はマイコンだよね。パソコンっていうものを設計した人なのよ。要は一般市場に出回る。で、なんでこれを作ったのかっていうと、もともとヒッピーたちのプログラマーを集めて作ったんだけど、IBM とかさ、もともと企業とか行政とか軍隊とかに下ろしてたの、パソコンを。うん。まあ、そりゃそうだろうね。まあ、それを見つけられたジョブズ。要は、ウォズニャックを説得できたジョブズがすごいんでしょ。信頼を勝ち取れた。うん。なんつうのかな。それで、要は知的独占をされてたの。で、それと戦うって言って、ヒッピーたちが革命を起こそうとした時代があるのよ。シリコンバレーで。それの、台頭者が、ジョブズだったの。要は、知的な財産っていうのを、権力者に握らせないって言って。それで戦ってたんだよ。要は一般市民に、要は知的財産を取り戻すんだっつって。奴らにやらせるなっていう。まさに2チャンネルとか、だから権力嫌いでしょ。うん。だから世界中からそういう本当に戦ってた人って評価されてるの。実際それを公言して戦ってたから。だから昔、アップルの販売員ってエヴァンジェリストって言われてたの。
聖書を伝達する人、聖書を配って、要はあの、なんだっけ、ザビエル日本に来てたじゃん。あれのことエヴァンジェリストって言うんだけど、アップルの販売員のことエヴァンジェリストって名前をつけて販売させたジョブズはもともと。ただ宗教的意味合いが強すぎるから後でやめるんだけど。IBM には悪いやつ多い。ちょっと面白いコメントだね。それで買って世界一の大富豪になった。要はそのスティーブ・ジョブズは大成功した時に何て叩かれたかっていうとね、要はロスチャイルドに喧嘩売ったわけだ、勝ったわけだ、はいゼリーいらっしゃいね、勝ったわけだ。その時に中国人にアップルを安く作らせたわけだ。ジョブズ、お前がやってることってどうなのって言われたわけ。本当に知ってる人たちから、本当に昔のジョブズが好きだった人たち、ジョブズ、お前は中国人に奴隷を作るためにアップル作ったのかって叩かれた。何時からしてたの？いやー、2時間ぐらい前かな。うん。だから歴史は繰り返す。うん。その時ジョブズが言った一言っていうのは、お前なんか俺と同じぐらい偉大なことしたことあんのって答えたの。うん。ジャーナリストに。俺は結果残したよ。つって。お前は俺ぐらい偉大なことしたことあんのかよ、つって逆ギレしたっていう。ロスチャイルドっていうのは、ロスチャイルドもいいんだけど、まあ、簡単に言うと、まあ、ロスチャイルドの話っていうか、まあ、世界の本当のことなんだけど、これは、じゃあ、オーストラリアっていう国をみんな知ってる？オーストラリアっていう国。うん、知ってる？オーストラリアっていう国知ってる？うん。オーストラリアって誰のもの？うん。オーストラリアって誰のもの？うん。っていう話よ。あ、もうこれくらいにしとこうか。うん。要は自分で調べなよ。うん。これはロスチャイルドの話じゃないんだけど、みんなの常識を覆すような話よ。結局そういう話なんだよっていうことがわかるから。うん。だから日本だけじゃなくて世界中で起きてる問題なのよこれは。ゴッドセーブザクイーンだよね。運動？運動って何？運動別にしてないよ。関明夫に見えてきた。うん。オーストラリアの利権まで手に入れるってわけか。1980年代に世界の富の半分という噂もあながち。まあまあ、要はキリスト教やべえって話だよね。おい、ゼリー花火ありがとう。あざーす。よいしょ。世界の陰謀を語りながらスクワットするおじさんでーす。ありがとうございます。だからまあ、情報戦だよな。今の戦争のやり方。経済と情報戦だから。うん。本当に権力持ってる人が、土地にもう執着がないのよ。昔は土地を取ることが、ね、価値だったわけだけど、土地に価値がなくなってるから。会社ってなんで作られたかは知らないでしょ。あれは結局、まあ、アメリカがね、民主主義っていうものを立ち上げるんだけど、本当に、まあ、リベラルな考え方でね、本当の自由、平等。力のある人は底辺からでも上がれるっていう仕組みじゃん。会社ってね、国民なんだよ、要は。どこの会社に属すのか。俺もうだいぶ酔っ払ったよ。文鳥モテモテ。ああ、よかったよかった。うん。懐いてきた。よかった。名前何にしたの？文鳥。
ワーテルローの戦いからだっけ。ああ、そこまでわかんないわ、俺。うん。まあ、あれは、だから兄弟で、兄弟頭いいよね。うん。どっちに出資するかっていう。いやいや、レプテリアンはない。それは陰謀論でしょ。レプテリアンはない。それはないわ。うん。おー、いいじゃん。おー、釈迦に被せてきたか。なるほど。生粋の和道リスナーだね。いいね。嬉しいわ。その名前は、クーって聞いただけで嬉しいわ。うん。釈迦に被せてきたな。いいじゃん。いい名前つけるね。新しい文章があったら、円ってつけようかな。うん。イルミナティ、イルミナティあるよ。うん。あの、百人会議とかで検索すると出てくるよ。うん。フリーメイソンの上層部ね。うん。百人会議で。日本人なんか二人しか参加できなかったんだから。しかも総理大臣じゃないからね、参加してたのね。笑っちゃうよね。本当の世界を動かしてる100人会議。アメリカ合衆国大統領ですら選ばれない。悲しいよ、うん。奴らの手のひらの中で俺らは踊らされてんだよ。その最たる例が与沢翼だよ、ね。どうやって酒やめたの？メリット少ないのはわかるけど、酒がね、もともと嫌いっていうのが根底にあるから、多分俺の例は通用しないと思う。俺別に酒好きは酒飲んでいいと思ってんの。俺もともと酒あんま好きじゃないっていうのは昔からあったの。だからただそれに理由をつけただけだから。だから、ただ普通に、なんつうの、酒好きな人は飲むべきなの。味がわかる人とか、うまさがわかる人、酒の歴史がわかる人。うん。あ、どこどこで作られた酒いいねとか、コミュニケーションツールになるから。うん。ただ、なんだろう。あのね、これね、あの、生活保護を管理するケースワーカーっていう人がいるんだけど、ケースワーカーがすごい名言を残してて、アル中のナマポの家には必ずストロングゼロがあるんだって。名言でしょ。アル中の、そう。アル中の生活保護者には必ずと言っていいほど、もうストロングゼロがあるの。だからストロングゼロを飲み始めたらやばいと思ってる。うん。うん。これ名言だなと思った。政治家はバカでないと務まらん。まあそうだろうね。うん。だから俺ストロングゼロ飲み始めたらちょっと付き合い考えるね。お酒普段何飲むんですか？ストロングゼロって言ったら、ちょっと距離をくれべる。うん。本当に。だってあんな強いお酒飲んで平気なはずないもん。要はもうアルコールをあんだけ強い飲まないと酔えなくなってるわけじゃん。もう完全にアル中でしょ。うん。金杯か暴行で捕まった時ストロング飲んでた。まあそういうことだよ。要はそういうことだよ。おいおいおいらっしゃい。あ、そうそう、さっきの枠では宣伝したんですけれども、また改めて紹介させてください。今ですね、あの、和道ホームページ立ち上げました。ですので、ぜひ和道、あの、これからインターネット活動でライター業もやっていきますので、もしよかったらね、和道、まだホームページ全然作り込んでないんだけど、あとでこれ見てみてください。あとツイッターフォローは相変わらず募集してますので、ツイッターのフォローからこのページ飛べますので、ぜひ、まあ、あのページ見ていただけると嬉しいです。あとね、もう一つお知らせがあって、インスタグラムとフェイスブック、あの、友達フォローバックのキャンペーンやってますので、もし、あの、フェイスブックやってる人で、和道と友達フェイスブック上で繋がりたいっていう人がいたら、あの、僕のフェイスブック、
あの、フォローしてください。あの、フォローバックします、確実に。インスタグラムもフォローバックします。ただね、あの、ツイッターに関しては俺プライベートでよく使うから、フォローバックはしてません。だから、あの、もし、Facebook で繋がりたい人いたら、Facebook と Instagram フォローしてください。お願いします。ペプシコーラのストロングゼロ。違うでしょ？うん。やばいらしいっていうかリアルだよね。あ、Facebook 申請ありがとうございます。一件来ましたね。ありがとう。結構バンバン来るんだよね。インスタグラムやってる人でリンク欲しい人いる？インスタグラム。私インスタグラムフォローしたい、フォローバックされたいっていう人いるかな？インスタグラム貼っとく？これがインスタグラムの方です。これインスタね。ただいまキャンペーン中でございます。キャンペーン終わったらフォローバックとかめんどくさいんでしないんで。じゃあそろそろ終わりにしようか。あと10分ぐらいで今日はお開きにします。みんないつもありがとね。頑張って配信で。これから世の中どうなんだ。どうもならないよ。答え言おうか。どうもならないよ。うん。今までと変わんない。賢いやつが勝つ。騙されるやつが負ける。考えないやつが負ける。だらけてるやつが負ける。賢くて努力して向上心があって野心があるやつが勝ち続けるの。そこは根本的に歴史は全てそうだから変わらない。どうか皆さん負け組にならないでください。風船10個ありがとう。家系図見てきたけど大久保。おー、いいね、いい感じだね。レミさんありがとう。風船10個ありがとう。トランプがいろいろやるせいで為替の変動よく変わるし。あ、まあそれはまあしょうがないし、日本にとっては俺は追い風だと思ってるよ。うん、日本っていうか安倍さん超有利だよ今。安倍さんやりたいこと全部できると思うよ。そう思わない？うん、超日本人は今ラッキーだと思うよ。うん、マジでこれからもっともっとヤバくなってくと思う。 TPP 入ろって。うん、アルバートパイクはどう思う？あ、ごめん、わかんないわ。ほべちゃんマン調べとくわ。うん、風船じゃねえや、ハートありがとう。ただね、知りすぎてもね、自分の生活変えなかったら結局ね、頭いいやつってさ、頭良すぎてもね、あれなんだよ、バカと一緒だから。行動しないとダメなんだよ。だから行動する分実はバカの方が良かったりするから。だから真実を知って行動できるバカになるのが一番いいと思うよ。頭の良さとバカを両方持ってないとダメだと思ってる俺は。それが本物でしょ。狂った感性と狂った行動力と。アメリカ最近抜けたら日本入るべき。ああ、まあ日本入るべきだよね。どう考えても入るべきだよね。うん、むしろ日本が独壇場になれるよ。追い風だよ。本当にだから TPP も抜けるっつってバカじゃねえのと思ったもん。抜けろ抜けろって。うん、それそうでしょ。うん、入らないの？ニュース見てないからわかんないな。うん、まあ日本にとっては追い風だと思うけど、だから安倍さんがそのアメリカの圧力にどれだけ屈さないかで、本当に安倍さんもう名将になれるね、可能性あるよ。運がいいよ。こんなチャンス二度とないよ本当に。嫉妬は行動と伴うべきである。ああ、名言だね。ハートありがとう。ね、安倍さんは本当天下の名総理大臣になれる可能性あるよ。ほんと運がいいと思う。うん、なんだかんだアベノミクスうまくいってっかんな。うん、新しいフォロワーさん、熊猫さん、ありがとうございます。うん、まあ動かないのもいいんじゃん。うん、だから、託したくなる誰かを見つけることじゃん。動かないんだったら。うん、
こいつにかけたいって思う男を見つけるのがフォロワーの役目でしょ。そうだと思うよ。いや、株価上がるっしょ。そんな。こういう時日本の安心感。だからもうほんと日本追い風だって。おー、ジョーカーおめでとう。いいね。いいね。日本はマジで追い風だと思うよ。で、ぶっちゃけた話読みやすいと思うよ。あの、FX とか相場変動激しいからあれだけど、あのね、ロングで見たらそうでもないと思う、俺。ロングで見たら確実に追い風だから。ていうか、トランプはね、動きが分かりやすすぎるんだって。バカなんだよ。トランプバカなんだよ。あのね、あの、情報を先に与えるっていうことがどういうことなのかっていうのを分かってるはずだから、あれわざとやってるとしか思えないよね。うん。流れ読みやすいよね。うん。いや、めっちゃ儲かってるよ。株 FX やってる人は。ただ、この変動の激しい時に、あの、要は目先の利益でスイングトレードとか、あの、デイトレードとかね、短いやつやっちゃうとダメだよね。うん。オリンピックもあって株価下がる。まあ今はもう儲けどころでしょ。もう超追い風だと思うよ。まあだから、トランプが確定した時に思ったのは、ああ、安倍政権安泰だなと思った。うん。長期政権確定だよね。うん。へえ、すごいね。頭いいんだね。バイナリーなんかやってる場合じゃないって、バイナリーなんか、あのね、本当に稼ぐ人はバイナリーやらないよ、ゼリーさん。バイナリーって、冷静に考えたら、手数料取られるだけのギャンブルゲームだから、証券会社しか儲からないってわかるでしょ。だって、確率2分の1なんだから、プラマイで。だから、どう転んでも、証券会社が勝つだけなんだから、元手があって、手元、ね、手元があって、回させれば回させるほど儲かんだから。いや、そんなんだって、ルール見たらわかるでしょ。儲けてる知り合い昨日100ちょい言ってました。おー、元でいくらかによるけどね、ジョーカーが。うん。まあでも、元でそんな100とか、それくらいで回してんだろうな、多分。100とかでそれだけ取ってたら多分強いだろうね。うん。どう元か儲かる仕組み。ただあれはギャンブルだから、完全に。うん。俺も、あ、だからか。だから花火が上がるんだ。みんな儲かってんな。ありがとう。ゆなちゃん花火ありがとう。なるほどね。俺が18万稼げるのよく分かってきたわ。景気が良くなってんだわ。うん。今月の目標金額25。よろしく。必達目標です。エリちゃんよろしくね。よし、頑張るぞ。みんなで景気良くしようぜ。うん。俺はみんなの暇つぶしやるからさ。みんなが稼ぐみんなの暇つぶしやるから。うん、勝率9割の商材買って買わないバイナリー調べたら詐欺に近い。うん。まあだから騙されちゃうんだよね。だって大きく勝つやつと大きく負けるやつが半々でいるってだけだから。簡単に言ったら。うん。だからまあギャンブル好きな人はいいかもね。パチンコとかやるより、まあ、やった方がいいとは思うけど。今年の頭に鮫島が1週間200万稼いだんだぞ。余ってんだよ、金。そうだろうね。うん。投資家だったら世界のどこにいてもできるからいいな。うん。いや、覚えるべきだと思うよ。だから竹中平蔵がそういう風に日本を変えちゃったわけだから。うん。うん。いいね。ゼリーさん。いや、ゼリーさんね、マジでね、ゼリーさん頭いいから、バイナリーオプション捨てた方がいいよ。2回。マジで。はい、ありがとう、エリちゃん。マジで、今参入しても遅くないから、株と為替はなくならないから、マジで、ゼリーさん転向した方がいいよ。勝つのが目的だったら。うん。いや、竹中平蔵さんの話ずっと聞かされてたんだよ。ほら、南部刑事さん知り合いだったから。ほら、ディープインパクト知ってる？南部さんって。南部刑事さん。弟さん、あ、兄貴だ。兄貴の方と知り合いだったから。はい、ハッチありがとう。はい、みんなお疲れ。また明日ね。あと、面白いワード好きだよって言ってくれたリスナーさん本当にありがとう。励みになりました。みんなお疲れ。あ、南部さんで、パソナの南部で調べてみて。パソナの南部さんに、仕事を教わってたから。うん。パソナ南部で調べてみて。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。